はい。今回の動画は、Windows 10でローカルアカウントを作成する方法をご紹介します。で、現在の Windows 10では、Microsoft のアカウントを使ってですね、この Windows の方にログインするというのがね、一般的になってますけども、この Microsoft のね、アカウントとこの連動せずにですね、まあ、ローカルでですね、ログインする、まあ、そのアカウントをね、作ることもできますんで、まあ、今回の動画ではその手順をご紹介します。 それではね、早速その作成方法なんですけども、まずは設定の画面を開きますんで、スタートボタンをクリックして、この設定の歯車のマークのところですね、こちらをクリックします。で、次に、この中のこのアカウントというところですね、こちらをクリックしてください。はい、そうするとね、このアカウントのところの中に、この家族とその他のユーザーという項目がありますんで、こちらをクリックします。で、次にこの他のユーザーというところの、このその他のユーザーをこの PC に追加というところですね、こちらをクリックしてください。 はい。そうするとね、このユーザーはどのようにサインインしますかっていうね、ウィンドウが開きますんで、この下のですね、このユーザーのサインイン情報がありませんというところですね。こちらをクリックします。はい。そうするとですね、このアカウントを作成しましょうということで、このマイクロソフトのアカウントをね、作成するウィンドウが出てくるんですけども、今回はですね、このローカルアカウントっていうのをですね、この追加をしたいので、この下のところですね、マイクロソフトアカウントを持たないユーザーを追加するというところをクリックします。 はい。そうするとね、この PC 用のアカウントの作成っていうことで、まずはユーザー名ですね。ま、今回は、ま、テストにしましょうかね。で、あとこの下にパスワードをですね、入力をします。ま、今回はちょっと適当に入れます。はい。そうするとこの下のところにですね、パスワードを忘れた場合ということでね、このセキュリティの質問と、え、いのと、この回答ですね。え、これを、え、全部で3つですかね。まあ、入力する形になりますんで、ま、この辺をね、全部入力をしてもらって、次へをクリックします。 はい、えー。そうするとね、先ほどのこの家族とその他のユーザーというところにですね、これ今作ったテストっていうローカルアカウントが追加されましたということですね。で、あとね、一応こちらクリックしてもらって、このアカウントの種類の変更というところをクリックしてみてください,、はい。そうするとこのアカウントの種類としてですね、この標準ユーザーというのと、あと管理者というのがありますんで、まあ通常こちらのローカルアカウントを管理者にするっていうケースは少ないとは思うんですけどもね、えーまあ、こちらでこのアカウントの種類を変更することもできますということですね。 はい。ええー、と、いったことでね、まあ、ローカルアカウントをね、使うっていうケースはね、最近では少なくなってきてるとは思うんですけども、まあ、例えばですけどね、マイクロソフトのアカウントとこのね、パソコンを連動させたくないとい、えー、った場合であったりだとか、あとはこのパソコンをね、誰か他の人にね、この貸すと言ったときに、えー、このローカルアカウントを作っておけばですね、このマイクロソフトのアカウントのね、パスワードとかをですね、その他の人に教えなくてもね、このパソコンを使うことができますんでね、まあ、その時にですね、このローカルアカウントね、えー、活用してもらえるといいのかなと思います。 それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。